お互いしのぎにしのいだんですけど ね、 放送席、放送席、そしてヒーローインタビューです。千葉ロッテマリーンズファンの皆さん、お待たせしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは9回に勝ち越しのタイムリー、荻野選手です。ありがとうございます。ちょっと前失礼します。非常に9回8回に同点に追いついて粘って粘っての9回でした。どんな気持ちで打席に向かいましたか？そうですね、ピッチャー陣も本当に粘り強く投げてくれていましたし、ヘウスさんが、チャンスを作ってくれましたので、なんとか、返したいと思って、打ちました。気持ちで持っていったタイムリーという感じがしました。そうですね、本当当たりは良くなかったんですけども、落ちろって、願ってました、はい。落ちた瞬間どんな気持ちでしたか？よかった、ほっとしました、はい。今日は先発の古谷投手が本当に粘りのピッチングを見せていました、はい。そうですね、やっぱりなんとか、粘ってくれてたんで、勝利につなげたいなというふうに思ってました。そしてロッテとしては2位を絶対に死して、そして楽天を追撃するんだ、そういう気持ちも強かったでしょう？そうです、本当に一試合一試合本当に厳しい戦いが続いてるんですけども、選手たちも必死に頑張ってますんで、これからも一戦一戦しっかり、勝ちにこだわってやっていきたいと思います。そしてまずは明日のホークス戦ですね、はい。そうですね、2連勝で、行きたいなと思います、はい。ではファンの皆さんに一言お願いします。本当に、厳しい戦いが続きますが、僕たちも一緒に頑張ってますんで、これからも応援よろしくお願いします。勝ち越しのタイムリー、荻野選手でした。放送席どうぞ。まあ、あの場面、荻野選手もね、はい、あのバントのつもりでバッターボックスに入ったんでしょうけども、そうです ね、 ランナー3塁に進んで、はい、今度はミスラが勝負をかけるというね、バッターボックスになりました。気分的には、ね、はい、楽になったと思いますもんね、もうあれで、はい、気持ち的には外野フライでいいやという気持ちで良かったと思うん で、 そ、 うで、ね、それが逆にいい方につながりましたよ ね、 ね。